皆さんこんにちは、ジェイソウルグブルダーヒロイナ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター超音速ジェットの続きになります。前回の動画でこちらの超音速ジェットを組み立てました。今回はこちらのヘリコプターに組み替えます。はい、超音速ジェットの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではヘリコプターに組み替えます。完成、ヘリコプターです。はい、超音速ジェットからヘリコプターに組み替えました。超音速ジェットよりかは割と小型になっています。はい、では全体をぐるっと見るとこんな感じです。おー、このヘリコプターもすごいよく作られています。このヘリコプター、造形的になんか深海魚っぽいんですよね。まずコックピットの部分が目で、この部分がヒレで、この部分が尾びれなので、なんか形的に深海魚っぽいんですよね。では近づいてみましょう。まずこちらコックピット部分です。コックピットのパーツは超音速ジェットと同じパーツになっています。側面部分はこのようになっていて、後ろから見るとこんな感じです。そしてヘリコプターなので、このプロペラが、はい、このように回転します。そしてこの超音速ジェットのスタンドパーツにヘリコプターを取り付けることができます。はい、取り付けてみるとこんな感じです。で、このままプロペラを回転することもできます。やっぱこのスタンドパーツめちゃめちゃ優秀ですね。最初の方に言ったんですけど、このヘリコプターってなんか深海魚っぽいんですよね。実を言うとこちらのパーツが余ってますので、プロペラ部分を外してこの部分を取り付ければ、おー、もうこれあれですね、深海魚ですね。まあ深海魚というよりかは深海魚型のロボットみたいな感じですね。このままスタンドパーツに取り付けたら、海から飛び出した魚みたいに見えますね。では最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あー、やっぱこのヘリコプターはもうミニフィグサイズじゃなくてマイクロミニフィグサイズになってますね。個人的にはミニフィグ乗せれたらすごい良かったんですけど、乗せれないっていうのがちょっと欠点なんですよね。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あー、ちょっとこれ改造したらレゴマリオが乗れる小型ヘリコプターみたいな感じになりますね。はい、レゴクリエイター超音速ジェットのヘリコプターはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター超音速ジェットヘリコプターを組み立ててレビューしていました。まずこのヘリコプターの造形自体がすごいよく作られていて、ヘリコプターの特徴をしっかり再現されているところがとてもいいと思いました。で、あとはプロペラ部分を付け替えれば深海魚っぽくなるのもすごく面白いと思いました。そしてこのスタンドパーツがあることによって実際に空を飛んでるように見えるので素晴らしいと思いました。はい、次の動画ではこちらのスピードボートに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。